オペラ・バスティーユは、フランスの首都パリにある歌劇場である。パリ国立オペラの公演会場の一つである。オペラ及び、バレエ、還元学の公演が行われている。フランス革命200年を記念し、革命勃発の地である、バスティーユ広場の西側にあった旧番線の郊外線、バスティーユ駅の跡地に建設。1982年に、当時のフランソワ・ミッテラン大統領によって、 建設計画が始まり、1989年7月13日に落成した。コケラ落としの初公演は1990年3月17日、ベルリオーズのオペラ、トロイアの人々。設計は47カ国1700人の建築家によるコンペの結果、1984年11月10日に、ウルグアイ系カナダ人の建築家、 カルロス・オットーのプランを採用することが決定し、同年より着工した。外観はガラス張りのモダニズム様式の建物で、内部は地上7階地下6階建てで、座席数は2703。舞台装置はコンピューター制御と外観、設備とも現代建築の域を集めたものとなっている。世界最大の球面舞台を持ち、遮音壁で区切ることにより、 上演中でも他の演目のリハーサルができる。ロビーには、ジャンティン・ゲリーとニキド、サンファル夫妻のオブジェ作品が飾られている。オペラ・バスティーユの完成後、旧オペラ座のガルニエグーは一時期バレエや、還元学の公演に限られた。しかし現在では、ガルニエグーでもオペラ公演が行われている。ありがとうございます。